200センチ、155.2キログラム、第37代 IWGP ヘビー級チャンピオン、バオジャピーサーピー。人類逆進化を野獣に戻らんか、ボルサムペン。果たしてその目に野獣の魂は取り戻すことができたんでありましょうか。姿を消してから1ヶ月、ようやくこのリングの戦いの場に戻ってきましたボロサップです。かつの相手は南海の黒豹、2000年 K-1 ワールドグランプリ準優勝の大瀬法です。谷川さん、まず一言、この目を見てどうですか。なんかね、胸が苦しくなるような、はい、本当にね、ボブサップの表情、まあ、いろんなものを見ててですね、もうなんかいろんな、なんか感極まるというかですね、そんな思いがありますね。頑張ってほしいですね。これまでにないくらい苦しんだこの1ヶ月間、はいはい、果たして野獣復活なるかボブサップ。ダーン、ダーン、野獣に戻れ。さあボブサップが突っ込んでいきました。相手は2000年 K-1 ワールドグランプリ準優勝、止められない。今懸命に止めましたが、いやー、谷川さん、この野生ですね。これもちろん倒れたから何の反則なんですが、もうちょっとね、興奮しまくってますね。これ止められるかどうかですね。関根さん、ちょっとこの猛攻ですね、すごいですね。明らかに反則ではありますが、でも初期の頃の、そうですね、ボブサップに戻りましたね。なんかすごい必殺が見えてますね。今ちょっと試合が止まってます。セコンドがルールを無視してリングに入ってまいりました。その声に対しましてイエローカード警告1から3。今そのレイセフォーサイド、あと今このサップの断面もちょっと目のあたりが切れてるんでしょうか。そうですね、平川さん、はい、サップ自身はですね、まだ何が起きているか自分自身では分かっていないということですね。これ気づいてないでしょうね。やや傷を負っているということは確認して、ドクター、はいはい、ドクターというふうに呼んでいました。平川さん、はい、セフォーサイドはさすがにああいうふうな行動を取られて、セコンドが一人中に入ったんですね。はいはい、飛び込みましたね。その瞬間に角田レフリーの方からイエローカードということになりました。先ほどから首を振っているんですが、立ち上がって目の力はまだしっかりしています。大丈夫ですかね。はい、倒れたからも投げられましたけれども、あのレイセフォーサイドのセコンドが入ったことによりましてイエローが出ました。ただボブサップも、当然これボブサップにも当然出ます。いや、長嶋一茂さん、はい、勢いがとりあえずあるように見えました、この立ち上がりの突進ですが。そうですね、やっぱりその本能ですからね、はい、なかなか理性で抑え込むということは難しいと思うんですけどね。そうですね、喧嘩ではないんで、ルールがあるものですからね。さあミドルキックを打っていった、しっかりとガードをしながらミドルキックを3連発撃ちました。しかしガガロンキックが飛んでくる。レイゼボーもこのキックを食らって黙っているわけにはいかない。しかし圧倒的な感じで、すごいスーパーが入ってました。さあ上から流れつけていく、もう全く休みはありません。左右の連打、この突進で野獣を取り戻して左行った。すごいですね、すごい試合ですよ。いや、これはいい試合ですよ。いい試合ですね。ボブサップ全く止まりませんでした。ボブ聞いてますよ。いや、関根さん、これはもうすごいですね。ボブいいですね、ボブいいですね。ボブはもう、さっき呼吸してましたかね。もうちょっと心配ですね、スタミナが。頭も置けないぐらいのものすごい猛攻を見せました、ボブサップです。やっぱレイは、レイセフォーはタフですからね。膝がありません。股間に金的ですかね。ファイルショに対する攻撃が入ったようで、今時間が止められました。いやー、それにしても本当にこの最初から全く調和のところのないこの試合の流れになっています。しかし冷静ほど気合もすごいですね。あれだけ攻められてすぐに切り返すという、打ってこいという、まあ、ボブの猛攻をですね、ノーガードで受けようというぐらいの気持ちでやってますね。そうですね、今ちょっとこの回復をリング上待っているところですが、それは谷川さん、昨日は前日記者会見も欠席しましてですね、そのぐらいもう本当に殺気立ってましたから、股間にもろに入ってますね。入ってしまったようなんですが、平川さん、はい、ボブサップ陣営からはね、この時間を使って落ち着きを取り戻すようにという指示が出ていますね。これは、まあ、ここまで入ってしまうとという感じなんですけれども、まあ、ボブには大変失礼ですけども、今の一撃でね、だいぶ冷静さは取り戻せるんじゃないですかね。なるほど、
で練習法もなんとかボブに冷静になってもらいたいっていう節がやっぱりありましたよね。あ、なるほど。わざとノーガードで打たせたりとか、本当に K1 の戦い方をボブにしてもらいたいっていうのが僕は感じましたけどね。あくまでこの K1 ルールの中でのこのボブサップ対レイゼフォーです。そうです。もう今この痛みにちょっと顔が歪んでいるボブサップですが、今2分間のタイムストップの時間が入りました。この体力回復のために今2分間のインターバルを今告げられました。それにしても関根さん、はい、あのコーナーに追い詰めたのこのラッシュですね。これはもうビーストですよね。これあのレイゼフォーじゃなかったら倒れてますね。いやこれはもうガードの上からも間違いなくキックパンチなんで、セフォーもうまく、まあ、ガードしながらクッションを自分で使いながら、はい、まあ、ウェービングしながら避けてましたけど、これ技術がなかったら倒れてますよ ね、 そうですね。防御もこれだけ防御してなおかつレイゼフォーも返していったというすごいですよね。これだけの膝もすごいです。これただね僕は思うんですけども、はい、これパンチもまあ膝も、まあ、さっきミドルもボブサップ出しましたけど、あの威力アップしてますよね。あ、そうですか。してますね。やっぱり1ヶ月の中で何かあったんじゃないかなとは思いますけど。なるほどね。関根さん相当、まあ、トレーニングも当然そうなんですけれども、そうですね、やっぱり気持ちが入れ替わりましたね。そうです、そうですよね。精神的なもの、特にその藤田和之戦で折れてしまったことを直すために費やしたこの1ヶ月ですからね。すごいですね。これでこれだけのラッシュを、まあ、見せるこのボブサップの、まあ、技といいますか気持ちの復活も嬉しいところですし、レイセフォーもよくこの流れを取り戻してこのリング上、今ボブサップが2分間のインターバルで体力の回復を行っているところです。平川さん、はい、セコンドのサヌグレゴはですね、俺の目を見ろ、俺との約束を思い出せというふうに劇を飛ばしましたね、うん、なるほど。トレーニングパートナーサム・グレイコがついているそのセカンド、場内からは大殺コールが起こりました。まもなく試合が再開されます。再開します。下腹部の攻撃のインターバルを経て、さあ第1ラウンドが交差されます。ボブサップが突っ込んでいった。またしても左右の連打を見せる。すごい打ちですよ。それに対するのはさあ入った、今左が入りました。そしてブーメランフックを持っているレイゼフォー。さあ一旦ここで止めます、止めます、止めます。今度は筋的にパンチが入ったんですね。ちょっと狙いですね。おすごい戦いですね。野生と野生、野獣と野獣の戦い、本当ですねこれは。さあ右を切った、ブーメランが入りましたよ。今ふっくり打ったんですが、今度は膝で返していきます。ボブサップです。食らいながらも心は全く持っていないボブサップです。なりふり構わず殴っていく。ここはダウンではありません、ここはダウンではありません。ノーダウンと今コールがありましたが、いや鈴川さん、この目はどうですか。リングに上がってた当初に比べて、ね、まだダウンじゃないですね。ナイスジャッジですよね。ダウンじゃないですね。このハイキックブロックしました。ライズフォーローキックを打っていきます。もうここまででもいろんなことが下がっちゃダメだ、下がっちゃダメだ。さあ左右の投げ出しちゃダメだ、飛んでくる、前に出しちゃダメだ、前に出しちゃダメだ。下がってしまった。コーラ必死にガードする、防御する、ゴム返して、やりふり構わず打ってくるのは何回も来る表面。セフォーガード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 守っている。ボブサップ第1ラウンドの残り間が10秒を切りました。何とか耐えている、立ち上がっていった、ガードガード持ち込まれた。おお、最後の第1ラウンドを取りました。いやそれにしても関根さん、すごい3分間でしたね。すごい3分間でしたね。こんな9番史上ね、こんな濃密なサード、すごい3分間でしたね。まさにプロですね。プロですね、こういう試合はね本当に見れない。長嶋さん、ね、これ2人がもう全く休んでないですもんね、もうこのボブサップが一方的に攻めるシーンがあればすぐさま谷川さんで伊勢さんを返してくるんですよ ね、 いやね、僕ねボブサップの頑張りに本当に涙が出そうになりました。この最後の20秒くらいは本当、頑張りましたよね。このコーナーを背にしての連打を耐えました、関根さん。これまたちょっとこの打たれ弱いという印象があったんですが、そうですね、根性ありますね、根性ありますよ、耐えましたよ。あの1ヶ月前だったら倒れてますよね。そうでしょうね。セカンドまもなく第2ラウンドを迎えます。さあこれできますか。しかしこれちょっと傷がありますし、今ボブのダメージがどうなんですか。そうなんですよね。
座り込んでいるボブサップ、今サムグレゴからの声を聞いて立ち上がる。立ち上がりましたね。立ち上がりましたね。いいですね。立ち上がった。よく頑張った。ヤングを取り戻すべく第2ラウンドに向かうボブサップ。第1ラウンド終盤はよく耐えました。さあガードしながら突っ込んでいきます。そしてあ前に出たら強いですよ。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 膝蹴りいいですよ。いいですよね。そして飛び込んでくるのはレイゼフォーのブーメランフック。ここはダウンではありません。あもうちょっとスタミナがね、ちょっと切れ替わるんですけど、なんとかここまではそのスタミナの面でも持ちこたえてはきました。自らにとってまさに絶対ですね、格闘技人生最大のピンチ。ここでダウンを取られました。入りました。さあ苦しみに顔を見上げるボブサップ、立ち上がれるか。野獣としてリングに帰ってくることはできるかボブサップ。立ち上がれるか。ダメだ。ボブサップ立てない。野獣取り戻すことができなかった。いやでもね、頑張りました。頑張りましたね。すごく頑張りました。いやしかしすごい試合でこのリングに帰ってきました。結果残しましたよ、ね、これはボブの格闘技人生、この人生は、続きますね。これから続きます。大島さん、この気持ちという面ではこれ問題はなしと言っていいんですかね。そうですね。いややっぱり先が見えた試合だと思いますよ。先が見えた、やはりこのレイゼフォーの強さの前に相当苦しんだ気持ちがね、気持ちが見えたところがね、僕は嬉しいですね。なるほどね。僕はね、一番足りなかった気持ちが今日はすごい見えましたよ。とにかく休むことが全くありませんでした。突進するのみ、まさにこれまでに見ることのできなかった野生をその負けっぷりの中に表現しましたボブサップです。すごい頑張りました、なんとかこの1ヶ月の空白を経て戦いの場に戻ってこようとしたこのボブサップです。デビューから2年戦いに飢えて、そしてこのリングに戻ってきた、ようやく帰ってくることのできましたボブサップ。昨日は前日の記者会見はあまりの興奮状態のためにこのパートナーのサムグレコが出席を止めたほどというその興奮状態をこのリングに持ってきました。いやそれにしても谷川さんね、ここまでの戦いができたボブサップですね。そう、あの心が見えたじゃないですか今日は。心が見えた、だから本当に僕は今日嬉しいですね。これまでどうしてもその精神的な面でね、そうですね、気持ちの面で弱かったボブサップだったんですが、なんか追い詰められた時のボブサップの凄さっていうか、そういうものを含めて見ましたよね。ああなるほど。今レイゼフォーがマイクを取りました。リング上です。皆さん Thank you so much for all your love and support. You know everybody doubted Bob after his last fight, but Bob showed tonight he had balls, and that's what we said as fighters. He showed tonight that he could mix it. He showed tonight that he wasn't going to lay down. So everybody put your hands together for Bob and thank you. God bless you all. 皆さん本日は声援ありがとうございました。ボブサップに対してレイゼフォーから言葉がかけられました。その男っぷり皆さんいかがだったでしょうか。どうぞ2人に大きな声援をよろしくお願いいたします。長嶋さん、はい、やはりレイゼフォーも戦っていて拳を交えて感じるところがあったんでしょうね。まあセイフォー選手勝つには勝ちましたけども、はい、やっぱり一歩間違えたら自分がやられたっていう危機感すごくあったんじゃないですかね。そうでしょうね。I want to thank Steve and the boys, YanMike Bernardo, Louis Van Damme helped me out for the last week or so. So thank you guys, God bless all of you guys. そしてもう一言だけ言わせてください。私を支えてくれたチームレイゼフォーのそのスタッフの皆さんにも皆さんどうぞ大きな拍手をよろしくお願いします。強敵だ。どうもありがとうございました。そうですね。だけどね、対戦相手がこれレイゼフォーだったから、はい、これだけの名勝負になったとも思いますからね。さすがレイゼフォーですよ。全く効かない選手ですからね。効かない選手で本当に良かったですね。関根さん、それに対して、サップもその気持ちの面で効かなかった。今日のサップはね、サップの右のカウンターのパンチですか。テクニックで勝負するボブサップ選手になってきましたね。後ろからの後頭部への2打、武蔵が大の字、武蔵大の字、仰向けになって倒れ込んでしまった。これはダメですね。前からではなく後ろから、そして上からサップが拳を振り下ろしてしまいました。
2発入りましたからね、ここで背を一瞬向けてしまったところ、この2発目ですね、これ後頭部に入りました。まともに後頭部から入ってしまいました。武蔵は立ち上がりました。そして再び戦います。赤コーナーに武蔵、そして青コーナーにボブサップ、再開します。試合再開だ。さあ試合再開、武蔵怒りの鉄槌を下していくか。さあ再開しました。世界と戦う侍武蔵、この不屈の精神力闘志。さあボブサップの連打、サップの連打、時間ありますね、まだ。そして再びサップの突進、まだ第2ラウンドは残り1分20秒あります。とてつもないこのボブサップのハリケーンパンチが飛んできました。後頭部への攻撃を受けてしまった武蔵。ああリード多いっすよ、また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 しても脳天へのパンチだ。またがいいす、またがいいす。武蔵動けるか、青コーナーコーナーに詰められて、うまい背に沿ったコーナーから戻りました。あ、もう武蔵ももうほんと冷えてますね。ナイスミドル、完全にこの両者決闘ムードです。右ストレートボブサップ、さあ武蔵、この闘志だ、前に出ていこうとしている。ニュートラルコーナー、サップを追い詰めた。残り20秒を切る。ここはゆっくりゆっくりゆっくりですよ、怒りの突進ですよ。ボブサップに武蔵入れ破るか。残り10秒を切った。第2ラウンド、ナイスミドル、ナイスミドル、サップはここで第2ラウンド終了。武蔵アクシデントを乗り越えて再びボブサップと拳を交えました。ダウンを喫したものの、なんとか武蔵不屈の闘志で第3ラウンドに持ち込みました。第2ラウンドはボブサップからの後頭部への攻撃を受けてしまい、一瞬仰向けに倒れ込んでしまった武蔵。この猛攻、畠山さん、ものすごいラッシュでした。そうですね、まあ、このボブサップのパワーでね、強引に来られたらやっぱり受け身取れないですよ、パワーはあるんで。そうですね、しかもまあ、ああいったアクシデントの後ですから ねまだちょっと意識も多少朦朧としている部分もあるかもしれません。いや宇野さん、はい、すごい戦いですね。そうですね、武蔵選手すごいですね、気持ちで気持ちでやってる感じですね。さあこの気持ちで第3ラウンド、ファイナルラウンドとなります。ボブサップ相手に、ファイナルラウンド、さあ武蔵魂のファイナルラウンド。サップはどうできるか。武蔵の動きが良くなってきましたよ、ロックキック、武蔵のロックキック、距離を詰めてきました。この距離は絶対ピンとした方がいいですよ、サップ選手からすると、やっぱり第1ラウンド第2ラウンドの間に倒しておきたいという思いが強いです、そうですね、サップ選手のだけど作戦もいいですよね、この突進、スタミナ切れもしてないですね。ハイキック、ここはガードしております。カウンターの右ストレート、狙ってくるサップはミドルキックも繰り出した。アツタさん、はい、赤コーナー、いいセルフがありました、いいボディだ、ボディだ、右のボディ、いい形で入った。すごい攻撃的な武蔵ですね、キレのいいパンチ、そして攻撃で武蔵、はい、駒田さんどうぞ。ブッタチックもう1回されまして、次に取られたらストップするかもしれないということでした。そしてどっちが勝つんだ、お前が勝つんだというふうな劇を飛ばされまして、武蔵選手が向かっていきました。ボディが効きました、ボディ、戦う気持ちは決して萎えることはありません。ボディが効きました、ボディが、先ほどの右ボディね、いい形で入っております。さあ武蔵、この攻撃を進めにした、この攻撃、こんな武蔵選手初めてですよ、この攻撃
しょう。やられたらやり返しょう。ボディーが効いてます。ボブサップタイトなんですがね、ボブサップの方はやっぱり武蔵を前にすると我を忘れてしまうようで、とにかくサム・グレコが俺の言うことを聞けと、そういう声大きな声で怒鳴ってますね。ちょっとこう我を失ってるようです。なるほど、小笠原アナウンサーからのリポート。さあ武蔵シャップは下がっている。さあ詰めていく武蔵だ。サムスポーツタイトル左左残りは1分。気合入ってますね武蔵選手。日米ヘビー級の決闘、武蔵サップ。ボディ来ましたよ。ボディサップの顔が弱気ですね。弱気ですよ。この顔になったらダメ。さあ詰めたボディ左からのボディ。冷静にね、武蔵選手もね、ボディ狙ってますから、大丈夫ですよね。はい、このあたりはさすがに武蔵のテクニック。ボブサップも弱気ですか。かなり肩で意識をしております。ボブサップ、ミドルキック、これも入った。サップの動きが一瞬止まった。コートが下がっちゃいましたね。腹は相当効いてますよ。腹は相当効いてますね。この声を出しての武蔵のボディです。1打1打に気合と魂の声を出しております武蔵。残り10秒、残り10秒、ボブサップ武蔵の日米初対決、魂の殴り合い。ボブサップの坂本ファイナルラウンド戦い切りました。武蔵すごい試合でした。左の拳を突き上げました。赤いグローブ武蔵、あれだけの後頭部への攻撃を食らって倒れながらも靴の通しで立ち上がりダウンをキスするも、ファイナルラウンドボブサップからダウンを取りました。ファイナルラウンド戦いました。勝負は判定に持ち込まれます。いやー清原さん、素晴らしい武蔵選手の闘志を見ました、はい、すごかったですね。はい、もう感動しました。かっこよかったです。1打1打の声聞こえました。清原さん、そうですね、時間経つにつれ、なんていうんですかね、魂のこもった、キックとパンチがね、ボブサップに効いてたと思いますけどもね。途中から完全にサップがひるみ始めましたね。そうですね、泣きそうな顔になってましたからね。はい、もうちょっと泣くとかったと思いますこのボディ、いや見事な、本当に心の戦いでした。ジャッジ三沢28対26、赤武蔵。武蔵、まず武蔵。ジャッジ川上28対26、赤武蔵。武蔵勝ちました。大阪で武蔵2回目の勝利。武蔵ヘッドバルバイバルジャミスス。武蔵すごいね、気持ちが見えていい試合でしたね。決戦を間近に控えましたマサト選手の Ring jetzt geht es für Florian Pavic. Schnell muss sein, wendig und mutig und dann kann diesen Koloss besiegen. Hat das Zeug.Aber die Experten sind sich einig, der Kampf wird nicht über die volle Distanz von 5 Runden gehen. Und Florian Pavic muss hier gerade in der Anfangsphase aufpassen, dass er nicht in diese gewaltigen Schläge von Bob Sepp rennt. Und das darf er nicht machen, er muss da raus aus der Ringecke und Sepp deckt ihn sofort ein. Filipovic geht dazwischen, ja, keine Hammerschläge bitte, hat er recht, er schaut natürlich auf alles, was sich bewegt, egal wie.Pavic muss sich bewegen, er ist angespannt, das sieht man. Er kann auch mal einen Angriff starten. Ja, und Bob Sepp teilt sich den Kampf hier anscheinend besser ein. Er geht nicht wie ein Berserker sofort auf Pavic los. Er versucht den Kampf hier von der Ringmitte aus zu bestimmen. Dann schiebt er ihn mit der Führungshand und wohlgemerkt, es ist Thai-Boxen von den Beinarbeit von den Kicks hat man noch gar nichts gesehen. Aber auch Florian Pavic ist ja kroatischer Meister im Boxen. Also er beherrscht diese Sportart genauso. Da mal ein zaghafter Versuch, das Bein zu heben. Aber Bob Sepp steht da wie eine Wand vor den Münchner. Ja, alle haben ja gedacht, dass Bob Sepp da aus der Ecke gestürmt kommt, wie eine Dampfwalze sich auf den Gegner stürzt.Ihn damit Schlägen eindeckt, aber das sieht ganz anders aus. Hier auch mal die ersten Kicks, um
Oberschenkel. Pavic, die Deckung steht. Da. Ja, und einfach zu. Er holt sie von weit her. Da ist nicht viel mit Technik. Er vertraut da ganz auf seine urwüchsige Kraft, dieser Bob Sepp. Hat schon vor dem Kampf einen Blutdruck von 170 gehabt, 92 Ruhepuls. Ein Kraftwerk, das da vor sich hin blubbert und das versucht, den Kampf zu entscheiden. Und hier schöner Treffer zum Kopf von Pavic, den hat er gespürt. Ja, Sepp versucht, den 25-Jährigen zu locken. Und wenn er dann kommt, dann packt er die Rechte aus. Und da ist Schmackes drin, da ist es Dynamit in den Fäusten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Bob Sepp macht das ganz richtig, er überpäst nicht. Noch 30 Sekunden in dieser ersten Runde, die recht ausgeglichen war bisher. Die linke von Pavic, aber er zieht die Schläge noch nicht durch. Er weiß nicht so recht, wie er da an diesen mächtigen Gegner rankommen soll. Schöne Rechte jetzt von Pavic und dann muss er weg. Er muss schlagen und weg. Oi! Eine Innenhand. Ja, da kann man noch mal was sagen. Vom Ringrichter aus. Noch einmal so ein Ding und dann ist die erste Runde vorbei. 3D. So, die zweite Runde, die erste hatte ich ganz versprochen, was man von ihr gehalten hat, denn Bob Sepp hat es eigentlich als richtig gemacht. Er versucht hier seine Kräfte zu sparen und dann auf seine Schlagkraft zu bauen und zwei, dreimal ist Florian Pavic da ganz arg im Brängnis gekommen, jetzt wieder und er wird aus dem Ring geschmissen. Ja, wenn er mal am Mann ist, dann gibt es kein Pardon, dann dreht er einfach auf, schmeißt die Fäuste um sich, egal woher sie kommen, egal ob das nun fair ist oder nicht. Und man hat gesehen, er scheut auch nicht davor zurück, den Gegner nochmal dazwischen den Seilen zu drücken. Eingeschwungene Knie, aber gute Deckung von Pavic, der hier alle Fäuste voll zu tun hat. Also die erste Runde hat Bob Sepp gut überstanden und er ist auch noch einigermaßen bei Luft. Und in der Ringecke, da hat Pavlica Steko seinem Schützling Pavic gesagt, Junge, du musst in den Mann rein und wieder raus. Ja, da hat Filipovic recht, da müsste er öfters mal drauf schauen, nämlich diese Hammerkeulenschläge da von oben nach unten, die sind nicht erlaubt und die bringt er pausenlos. Müsste mehr hier seine Beine einsetzen, Florian Pavic. Gute Treffer jetzt. Er steht an dem Ringseil und kassiert und kassiert und kassiert. Oh, und da wird fast noch Goran Filipovic getroffen, der kleine Ringrichter. Ja, jetzt kommt er schon eher wie so ein Maikäfer, der Bob Sepp. Und Herr Pavic greift es an. Schöne Rechte zum Kopf. Jawohl. Das ist die richtige Taktik. Bob Sepp steht ja so noch da. Versucht, sich da irgendwie zu verteidigen und dann mit irgendeinem rechten Hammerschlag sich den Gegner vom Leib zu halten. Auch mal der Versuch eines Tritts. Mit Thai-Boxen hat das natürlich, oder nach Käfer-Anträgen hat das nicht viel zu tun. Aber Pavic macht das jetzt richtig. Er versucht es auf der boxerischen Linie. Die linke kam eben. Nochmal die linke. Bob Sepp steht da. Macht teilweise die Augen zu. Holt jetzt die rechte, aber war da die Distanz nicht ganz so gut von ihm. Und Pavic greift wieder an. Pavic hat jetzt den Respekt verloren, läuft da mal ganz kurz in die rechte rein. Und da steht er da. Oh, er atmet jetzt tief durch. Genau das ist es. Er braucht einfach viel zu viel Sauerstoff für diesen massigen Körper, als dass er hier gut über die fünf Runden kommen könnte. Und Pavic beschäftigt ihn jetzt ganz gut. Er hört auf seinen Trainer, der gesagt hat, schlage und er geht wieder raus. Schöne rechte, Links-Rechts-Kombination. Und Sepp wartet in der Ringecke auf Florian Pavic. Wieder drei Treffer, vier Treffer. Dann dieser rechte Schwinger. Was für eine Runde. Klar an Florian Pavic.
Special. Die dritte Runde zwischen Florian, die Faust, Pavic in der roten Hose und Bob, the Beast, Sepp, einer K1-Legende, der schon große Siege gefeiert hat und erwischt ihn einfach weg, haut auf die Deckung und Pavic fällt um. Mein Gott, hat er Dampf in den Fäusten. Aber war natürlich keine Schlagwirkung. Jetzt will er wieder mit dem Knie kommen und holt er aus und haut wieder auf die Deckung. Meine Herren, das sind alle Schläge, die sind nicht erlaubt. Und da geht der Ringrichter dazwischen, hat alle Mühe. Da kann doch mal eine Verwarnung geben oder eine Disqualifikation. Was ist denn das? Bei aller Liebe, aber es gibt auch noch Regeln in diesem Kampfsport. Jawohl. Da gab es die Verwarnung und Filipovic redet jetzt hier eindringlich auf ihn ein, sich etwas an diese Kampfsportregeln zu halten. Show ist das eine, aber brutales Zusammenhämmern ist eben das andere und das macht dann keinen Spaß. Begann ja als Football-Profi, das haben wir gehört, hat dann so viele Steroide zu sich genommen. Musste die Karriere aufgeben, wurde dann Kampfsportler. Ja, hat immerhin klasse Leute wie Ernesto Host zweimal besiegt. Da holt er wieder aus, von ganz weit her. Und jetzt wissen wir, was kommt. Wieder ein unfairer Schlag auf den Rücken, meine Herren. Wie lange darf er sich das noch erlauben? Frage. Schöne Kombination zum Kopf von Sepp. Er holt wieder tief Luft. Boxen kann er nicht. Er vertraut eben, ich habe es schon gesagt, auf seine Dampfhammerschläge. Und wenn bei ihm das Adrenalin übersprudelt, dann wird er eben auch zum unfairen Fighter. Ist ja auch im Modern Martial Art, Mixed Martial Art, einer, der viele gute Kämpfe gewonnen hat. Hat schon gewrestelt, alles gemacht. Gut, jetzt wieder Florian Pavic. Kombination, zack, zack, zum Kopf. Aber er steht noch. Dritte Runde, schön jetzt die Deckung hochgenommen von Pavic. Die Rechte abgefangen. Nochmal. Und hier die Ringecke. Bob Sepp mit Prince Amir. Da kommt, greif an, aber er bleibt einfach stehen. Die Luft fehlt ihm. Da verzieht er das Gesicht. Florian Pavic muss nochmal einen Uppercut schlagen vielleicht. So, und jetzt wissen wir wieder, was kommt. Auch das ist nicht erlaubt. Noch 26 Sekunden in dieser dritten Runde. Und jetzt natürlich immer in der Lage, auch wenn er noch so pumpt, mit einem Schlag den Kampf zu beenden. Klasse, Pavic. Aber er muss dann wieder weg vom Mann, weil der drückt ihn da einfach die Arme nach unten und haut dann egal wie. Ende dieser Runde, auch die geht für mich an Florian Pavic. So, und der Kampf ist aus. Bob Sepp bleibt in seiner Ecke. Er bekommt einfach keine Luft mehr. Der Sauerstoff ist ihm ausgegangen. Und ein klasse Kampf von Florian, die Faust Pavic, einer der jungen Hoffnungsträger im Steko-Team. Er ist schon Kickbox-Weltmeister. Thai-Boxen hat ihm der Titel noch gefehlt, obwohl, ich habe es eben schon gesagt, mit Thai-Boxen K1 hat es nicht viel zu tun gehabt. Das war hier ein Boxkampf auf technisch, was Bob Sepp angeht, ganz unterster Ebene. Florian Pavic hat es hervorragend gemacht. Muss erstmal gegen solch einen anstürmenden Fleischberg, aber Fleisch kann man nur sagen, es sind Muskeln, bestehen. Man muss den Mut haben, dagegen zu halten. Und das hat er ganz fantastisch getan.
Er war zwei, dreimal arg im Bedrängnis. Zwei, dreimal waren es auch unfaire Attacken dieses 156 Kilo Mann. Jetzt muss man denken, da liegen über 60 Kilo dazwischen. Das ist genau eine Christine Theiss. Und Florian Pavic hat das wirklich, ich muss sagen, Hut ab, ganz hervorragend gemacht. Und er hat das von vornherein gesagt, wenn ich mal die ersten zwei Runden überstanden habe, dann kommt meine zweite. Er hat ja schon in der zweiten Runde voll aufgedreht. Und dass er jetzt sitzen bleibt, dieser Bob Sepp, das war fast schon zu erwarten, wenn man gesehen hat, wie er da gekeucht hat in dieser dritten Runde. Meine Damen und Herren, aber er ist ein Showman. Nach der dritten Runde. Und jetzt das Urteil. Superleistung, Gratulation, Florian. Die Faust Pavic Flo ist sein Spitzname und am Anfang sah er auch manchmal wie ein Flo neben diesem Riesen aus. Aber er hat sein großes Ziel erreicht, den Weltmeistertitel geholt. Und der Gürtel wird ihm jetzt vom Fernsehmoderator Jumbo Schreiner überreicht. Der könnte auch in dieser Gewichtsklasse hier mitkämpfen. And he's a two-time Muay Thai Amateur World Champion in 96 and 97 respectively. Here comes the Last Viking making his much anticipated entrance. Standing at 188 centimeters, weighing in at 94 kilograms, Sweden's own Jorgen Krug. Over the ropes goes Jorgen Krug, Muay Thai style. Goes up the Bob, pay his respects. And we are ready for our main event of the evening. Ladies and gentlemen, we have come to the final fight of this evening. Brought to you by SuperCityPoker.com and Fight Code. This is a Muay Thai super heavyweight fight. 3 rounds, 3 minutes. Fighting out of the blue corner. He is 36 years of age, weighing in on 143 kilograms. He stands 196 centimeters. He has a professional K1 record of 19 fights, 10 wins, 8 by KO, and 9 losses. He has a professional MMA record of 18 fights, 11 wins, 8 by KO, 6 losses and 1 draw. Here's the K1 Grand Prize 2005 in Hiroshima champion. Ladies and gentlemen, fighting out of Seattle, USA, representing the Team Beast, Bob the Beast Sapp! Bob Sapp, representing Team Beast. His opponent fighting out of the red corner. He is 36 years of age, weighing in on 98.2 kilograms, standing 188 centimeters. He has a Muay Thai K1 record of 86 fights, 70 wins, 31 by KO, 14 losses and 2 draws. He is the former WMC Heavyweight World Champion. 3 times K1 Qualification Tournament Champion. 2 times IFMA Amateur Muay Thai World Champion. Representing Stockholm, Sweden and the Vallentuna Boxing Camp. Yet again, the Viking Krug! Jorgen Krug. He's getting a standing ovation as Bob and Jorgen come center ring to get their instructions. Stop. Only one knee on the clinching. Okay. Here we go. Round one. 3 3-minute rounds. K1 rules apply. One round in case of a draw. Bob comes out of the gate. Charging, stops waiting, he starts
hammering at Jorgen. Those big bombshells that he always talked about. They clinch up in the corner. Jorgen's starting to get evasive now. Throwing a low kick. Bob won't have any of it. He's coming straight at him. Just swinging. They clinch back up. The referee breaks him up. One more time. Bob throws a half-hearted effort and a back-legged knee, I believe. And somewhere in all this tie-up, Bob loses his footing, falls down, right in front of our commentary position. The referee is counting it as an eight count. Will the beast get up? Yes. And the towel is thrown in. As Bob is visibly in pain coming from his stomach. Jorgen won't have any of it. He's asking for a fight. He doesn't want the victory this way. And the beast asking for some help. Jorgen very unhappy about this victory. Not really sure what he did. Got Bob there in the first place. Oh, it was the knee. It was the knee when Bob was coming forward. It was the knee of Jorgen Kruse that hit Bob to the lower abdomen and dropped him to the canvas. Jorgen Kruse, victorious, improving his kickboxing record to 87 wins. And now 32 of them by way of knockout. Not much love here for Bob Sapp in Sweden as he was trying to get out of the ring. Go to the official decision. Bottles being thrown. Another bottle's being thrown. I hope they're made out of plastic. They just flew over my head. I'd hate for one of them to hit me. Very disappointed is this Swedish crowd. The trophy to the winner will be presented by Andrea Radrizani, the CEO of MPA Silver. Andrea Radrizani, the group president of group CEO of MPA Silver, will present the trophy to the winner. Jorgen Kruse. And in another bottle just flew. Yours truly, Jorgen the Viking Kruse. Respect shown after the fight. Jorgen Kruse receiving his trophy as the winner of our main event from Stockholm, Sweden. Is wrapping up. Jorgen Kruse will have a few words to say to his fellow Swedes in the center ring. Well, folks, hope you enjoyed the action tonight of our inaugural Fight Code event. In 2011, Fight Code will bring you 10 action-packed events from all over the globe, starting their 72.5-kilo The Dragon Series tournament, as well as their 105-kilo Rhinos tournament, with the first event coming from Turin, Italy,
in January 29th of 2011. Final 16 for the Dragons will start in Turin, Italy. And the final 16 for the Rhinos will start in Split, Croatia. From there, throughout the events, fighters will be eliminated until the final four is decided in both weight classes, with the finals coming in November of 2011 in Stockholm, Sweden, for the Dragons, and in Geneva, Switzerland, for the Rhinos. From Stockholm, Sweden, folks, I hope you had fun. I know we had fun having you. This inaugural Fight Code event comes to an end, and we will see you again in 2011, January 29th, in Turin, Italy. Until then, good night, happy holidays, happy new year, happy Hanukkah, happy whatever is it that you're celebrating. From Stockholm, Sweden, we're out.